ベッターフーン、ベッターフーンとは、オランダのフリースランド州原産の犬種である。犬種名は、ウォーターフンドが添加したものであると言われている。およそ400年前に、地元の犬やスピッツタイプの犬、ウォータードッグの一種を掛け合わせて作り出された。元は、カワウソ狩りのために使われていたが、カワウソが保護動物となってからは、様々な量に使われるようになった。 モグラを掘り起こして退治したり、イタチなどの小型銃をテリアのように地中に潜って捕らえたり、デトリーバーとして様々なものを回収したり、フラッシングドッグとして鳥を追い立てたり、番犬として使われたりと、その仕事は非常に多岐にわたった。元から貴重な犬種で、原産国では血統の管理が厳しく行われている。不思議公認犬種だが、オランダ国外ではほとんど飼育されていない。 もちろん、2009年現在、日本にも輸入されていない。がっしりした体格の犬で、容姿は大まかに言うと、ウォータードッグとスピッツタイプの中間である。頭部は大きめで、マズルは日本犬のように尖っている。目は小さめで瞳の色は黒もしくは琥珀色。耳は垂れ耳、尾は巻き尾で、足は短めである。コートは、ふわふわした短めの巻毛で、 空気をたくさん取り込むことができるため断熱性、保温性に優れている。また、油分を多めに含んでいるので、水をよく弾く。毛色は、ホワイトの地にレバーかブラックのブッチがあるもので、ホワイトの部分にもその色の細かいブチがある。体高は59センチメートル前後で、メスはオスよりやや低く、体重は15から25キログラムの中型犬である。 性格はマイペースで家族に対しては人懐っこいが、その他の人に対しては警戒心が強い。しつけの飲み込みや有効性、運動量はごく普通だが、ウォータードッグの血により泳ぐことが大好きである。ありがとうございます。